どうも、夜遊びマガジンです。何でしょうか？私、風俗ライターをしてる品田というものでして。風俗リアーター？こちらでミルクちゃんの弟さんが。ミルクちゃん？太ももクラブのミルク。本名はあれなんだっけ。とにかくね、あなたたちが今監禁してる社員を解放してくださいよと。鳥山の件ならギャーブの人間には関係ねえことだ。場違いだ。うせな。こっちはその鳥山さんが無事に家に帰れればそれでいいんだ。迷惑をかけるつもりはない。鳥山さんに会わせてくれ。風俗リアーターさんよ、黙って言うこと聞いとかんと痛めじゃすまんくなるぞ。うお、怖っ。そのセリフ、実話系の雑誌で覚えたの？おちょくっとんのか。たけ、俺ら全員とやり合おうってか。ええ度胸だや。手加減いらんわ。一気にやったれ。鳥山さんを呼んでもらおうか。くそ。鳥山さんですね。ミルク、あ、いや、お姉さんから聞いてきました。姉ちゃんが。あんた、うちの社員のケツ拭きに来たんだって？えらい助かるわ。鳥山さんが警備中に美術品壊して責任問題になってるらしいですね。うん、あんたが代わりに払ってくれるんだろう、弁償金。そういうのって会社で保険かけてあって個人の責任までは問われないもんなんじゃないの？一回だったらな。こいつが今まで散々ヘマやってくれたおかげでうちはお上から散々忠告受け取るんだ。それなのにこいつはどえりゃことやってまったわ。保険やなんだで片付く問題じゃあるせん。弁償できなきゃこいつには闇金で借金付けになってもらうしかねえんだわ。その美術品ってのは？こいつだ。あ？何これ。世界のホームラン王掛川浩二が世界記録を樹立した時のバットです。野球殿堂博物館に運ぶ途中に落としてまって。でどうすんだ。おめえが代わりに弁償してくれんのか。そんじょそこらの人間が金出して買えるような代物じゃねえぞ。弁償は無理だけど。おいおい、おめえは何勝手に。鳥山さん、これ大丈夫だわ。え、修復できるってことですか？違う違う、これ偽物。素人が出まかせ言っとったらいかんわ。こら、掛川さんが使ってたバットって圧縮バットなんだよ。圧縮バット？1981年から使用禁止になってるから今はプロじゃ使われてないけど、当時なら圧縮バットのはずなんだ。ようわからんけど、それは違うんですか？違う違う、圧縮バットってのは反発力を高めるために木材に樹脂加工を施してあるんだ。これしてないでしょ。あ、よく見ると松屋にもついてねえじゃん。これ間違いなく偽物だわ。
ただのサインバットなんじゃないの？ってことは。そうね、弁償金にいいとこ1万円ってとこじゃないの？てめえ何もんだ、ほら吹いとんじゃねえわ。疑うんだったら鑑定出してみなよ。出すまでもないけど。何の騒ぎだおめえら。あんたが社長さん？だったら話が早い。鳥山さんが壊した高価な美術品ってやつね、あれ偽物だから、その鳥山さんの責任とか処分とかちょっと多めに見てやってくれない？何の話をしとるんだこちらさんは。おい大野。はい。美術品の運搬いうのはどういうことだ？俺は聞いとらんぞ。違うんです、これは。おめえ、また会社に来た仕事を個人で受け負って未然に稼ごうとしとったんか。いえ、これはその。おみやが勝手に何やろうが構わんがな、俺の会社に泥塗ったらかんぞ。すみません。しかもよその方にまで迷惑かけてまって、もう一発あちらさんの分も刺したるわ。タイムタイムタイム、鳥山さんの件が大事にならないんなら俺はそれでいいんで。そうですか、そんならしっかり詫び入れないか。申し訳ございませんでした。もしもし姉ちゃん。ああ、品田さんのおかげで助かったんだわ。ああ、ありがとう。姉ちゃんが今からパートに向かうそうです。パート？ああ、仕事ってことね。助かった。これで取材できる。品田さんは姉ちゃんの上司ですよね。姉ちゃんはどこのスーパーか教えてくれせんのですが、今度改めてお店までお礼に伺います。あ、いやいや、それは結構大丈夫だから。そうですか。でも本当にありがとうございました。今後とも姉を、いや美恵子をよろしくお願いいたします。はい。いいね、ミルクちゃん。今日は特にいいね。そうそう、いいよ。やだ、たっちゃん、恥ずかしいだね。こんなおばさんの写真なんて。やっぱり昔の写真を。ダメダメ、そんなことしたらまた苦情殺到しちゃうよ。この間の写真、苦情来とったの？もう大変だったよ。雑誌見てミルクちゃんを指名したお客さんがさ、なんであんな写真使うんだ、実物の方が断然綺麗なのにって。はい、じゃあ今度はカメラの方を振り返って。うそ。女が女を捨てなければ年齢を重ねるほど美しくなると思うんだ俺。初めて出会った15年前も綺麗だったけどさ、今日のミルクちゃんの方が綺麗だよ。だっちゃん。え？ありがとう。お世辞じゃないからね。うん、弟のこと。ああ、あんなのいいってことよ。それよりミルクちゃん、これは外しておこうか。あれ、やだ、ごめんなさいね。そろそろ体験取材しましょうか。今日はお礼の気持ちを込めてよーけサービスしたるわ。それじゃシャワー浴びますか。